どうもこんばんは、豊原浩介です。今日はゲストがいます。こんばんは、森岡龍です。森岡龍さんにゲストで来ていただきました。これを俗に言うあれですか、今YouTube チャンネル持ってるんですよね。一応事務所のチャンネルが、はい、あります。どれぐらいやってるんですか。始めて今半年ぐらいですね。お、 YouTube の先輩なんで今日は、はい、ちょっと胸をお借りするつもりで来ていただきましたけども、大丈夫かって感じなんですけど。曲はあれですか、昔から書いてるんですか。そうですね、暇さえあればなんかギターをつまびきながら適当に作ってた曲でがいくつかあるんですけど、まあ今日持ってきた曲は、まあずいぶん昔、もう本当10代の頃に当時付き合ってた彼女に、あ、セキララだ、捧げるっていう、捧げた曲なんですけど、はい、全然俳優で一緒の時にはそういう曲作ってるとかっていう素振りは見せてませんでしたが、曲何曲ぐらい。でも大体自分の曲でライブとかでやるのは2曲ていうか、ライブやってんですよね。たまにこう弾き語りで前座とかやらせてもらったりとからしいんですよ、最近あれですけどね。はい、少し練習しましたね。今結構練習しました。いろいろな新しいそのハーモニカをいやもう吹いてみるとか、はい、やるんですよね今日は。はい、やります。ちょっともうドキドキしてます。ちょっとこのもう口とハーモニカと手といろんなところが一緒に動かなくなる可能性大なので。あれなんですよ、いつも自分一人とか、まあ、バンドとかでやってんですよ。今日森岡龍さんがゲストで来てくれたってことで、これどうしよう、バズったら。いや多分力になれないと思いますちょろちょろっとなんか、あ、やってるってちょっとこののれんくぐってすぐ去っていなくなる感じだと思います。本当あ、やってねって感じで。あ、そうですかでもまあこういうのも初めてなんでそちらのあれですよね、はい、チャンネル森岡さんのやってる、その動画の方にも、はい、ちょっとどういう形になるか分かんないですけど。分かんないですか、まだ触れてないですか。はい、はい、まあ何かしらの形でコラボさせていただければなと。本当ですか。はい、怖いですねっていうことで、はい、やってみますか。やってみますか。なんという、じゃあ曲、タイトルを言ってくれますか。あ、タイトル言わなくていいですか。言っていいですか。あ、どうぞ。あの子に決めた。あ、すごいですね、ストレートに。はい、いや、こう懐かしい感じの曲ですよね。はい、じゃあまあなんとなくやってみるっていうことで、はい、はい、お願いしますはい、じゃあやってみましょう。はい、はい、
じゃ一緒に生活するのはあの子に決めた。気まぐれだけれど見るが嫌いさ、あの子に決めた。明日は晴れか雨か曇りか雪か、雷が落ちるだろう。毎朝卵を産むからとあの子と決めた。子供を産むなら7人とあの子と決めた。理由は特にないけれどあの子と決めた。明日は晴れか雨か曇りか雪か、雷が落ちるだろう。だって初めてなんで、はい、すいません、俺もいろいろしくじってますけど、ね、まあこんなもんじゃないですかね、はいはいはい、大丈夫ですかね、ハーモニカ。あ、でもまだあれですよね、始めたばっかりでしょ、だって、はい、これ2日前に買いました急遽2日前だったらもう全然いいんじゃないですか、十分ですよ。一応合格点ってことですか。もちろんもちろんです。ありがとうございます。まあ、次またあの来ていただけますでしょうか。あ、全然全然、ね、いつでも、いろいろね、自分の一人でやるのもいいんだけど、やっぱさすがにね、まあ、寂しいっすよ。寂しい寂しいのと、やることもだんだんなくなってくるもちろんバンドも入るんだけど、はいはいはい、うん、ということで今日は、はい、俳優の森岡龍さんをお招きしてお届けしました。最後までご覧いただきありがとうございました。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 